down, she said she on south side. Who's back, but you know I don't really go outside. When the blessing come, we don't give thanks, cause it's about time. Yeah, spend all my time in the woods, in the hills, in the alpines. Cause I ain't trust what you're doing is real. In time, you will show me things for now. Starting to question what all this really about. 皆さんこんにちは、Cカフェ福岡へようこそ。今回は福岡おすすめベーカリー5店舗をご紹介します。まずはじめにご紹介するのは、東神町駅から徒歩3分のところにある路地裏ベーカリー黒門店。この細い道を抜けた先にはとても素敵な空間が広がっています。パンが一つ一つ展示されているような感じで、とても丁寧に並べられてあります。この日は休日のお昼過ぎだったので、売り切れちゃっている商品も少しあったんですけど、まだまだ気になるパンがたくさんあります。特に気になったこの3つを購入してお家でいただきたいと思います。そして実は2階にはイートインスペースもあります。思ったよりも広くてゆっくりできるスペースです。はい、購入した商品を紹介したいと思います。まずこちらが抹茶のメロンパン、そして白いちじくとブルーチーズ、パン屋のレモンケーキ、この3つを購入してきました。いただきたいと思います。見てわかる通り、抹茶の色がとても濃くて、味が濃厚でちょっとした苦味も感じることができて、生地の甘さと絶妙にマッチしていて美味しかったです。そしてレモンケーキは、生地がパンとケーキの本当にいい部分が合わさった感じみたいな生地で、スイーツ感覚で食べることができました。イチジクの甘みとブルーチーズの塩気がとても相性抜群でした。中にたっぷりイチジクが入っていて、一口一口が本当に贅沢な、とても美味しいパンです。次にご紹介するのは、糸島にあるパン屋さんノアンです。住宅街にあるこじんまりとしたパン屋さんです。店内はパンの甘い香りが広がっています。菓子パンやサンド、ハードパンとたくさんのパンが並んでいます。マリトッツォの種類もこんなにたくさんありました。ここでも気になる3点を購入しました。こう見ると私、甘いパンしか買っていませんね。はい、こちらがガレットテロア。アーモンドの香りがしっかりして、3時のおやつにぴったりのパンでした。こちらがクロワッサンシロップ。シロップがかかっているだけでこんなに美味しくなるのってくらい、本当に甘みが増して、周りはサクサクしていて、大人から子供まで愛されるようなクロワッサンです。そして初めて見たほうじ茶マリトッツォ。これ期間限定のようなんですけど、本当に年中出してほしいくらい美味しいです。甘すぎないほうじ茶と甘さのあるあんこの組み合わせがとても最高でした。新しい商品もどんどん出ているので、糸島に行った際には立ち寄ってみてください。こちらはパン工房のうみ。福岡西区にある、こちらも住宅街にあるパン屋さんです。ここはとにかく美味しいパンがお手頃な価格で購入できます。結構ラスクの種類が多くて、ガーリックやイチジク、クルミなどいろいろな味の組み合わせのものを購入することができます。このソルトペッパーは60円です。安すぎませんか？このぶどうパンもとても美味しそうです。そしてここの人気パン、クリームパンも購入してみたいと思います。
ラスクや食パン、明太フランスなども一緒に購入しました。小さいサイズでお手頃に購入することができるので、いろいろ買って食べてみたくなるベーカリーです。そしてメニュー表も置いてあって、事前に予約することもできるので、ぜひ気になるパンがあれば注文してみてください。こちらは中洲の大人気ベーカリーストック。ここは福岡で人気ベーカリーのベスト3には必ず入るくらい有名なベーカリーショップです。休日には常に並んでいます。店内にはパンの他に本格的なコーヒーも楽しむことができる素敵な空間になっています。最近のパン屋さんは本当にたくさんの種類があって、他のパン屋さんにはないオリジナルなパンがあるので、巡っているのが本当にとても楽しいです。特にここストックのパンは私好みのパンがとても多いです。シナモンロールが大好きで、こんなにたくさんの種類を見たのは初めてです。今回は4つのパンを買って食べてみます。こちらの明太チェダーチーズは運よく出来たてが来たので買ってみました。熱々でカリカリのうちにいただきたいと思います。バケットならではの周りのカリカリ感と中のもちもちな生地にたっぷり明太子が入っていて、チーズが乗っていることによってまろやかな味を楽しむことができました。シナモンロールはシナモンの香りが本当に良くて、全粒粉の生地が甘すぎないパイ生地です。ネロッシュはとにかく食感がたまらないパンです。上に乗っているザラメがとても大粒で、普通のメロンパンよりザクザク感が味わえます。練乳フランスは練乳たっぷりめで甘党な方にはおすすめです。ぜひ自分好みのパンを見つけてみてください。はい、こちら西陣にあるコッペパンサンド専門店山本パン。ここはテレビでもよく取り上げられている岩手県にある福田パンが師匠のお店です。決まったメニューはもちろん自分でアレンジして作ることもできます。どれにするか悩んでしまうときにはこちらのランキングを見るのがおすすめです。オーツミルクと一緒にいただきたいと思います。見てください、この大きさ。購入したのは甘い系で人気ナンバーワンのコシアンマーガリンと、惣菜系でナンバーワンのエビカツを購入しました。ふわふわしたコッペパンってなかなか食べることができないので、とても嬉しいです。コッペパンの生地がとてもふわふわで、中のエビカツのエビがプリッとしていて、パンだけではなく、中の具材も本当に美味しかったです。こちら見た感じ、中のあんことバターが少ないかなって思ったんですけど、コッペパンの美味しさを十分に引き立てられていて、本当にちょうどいい塩梅でした。懐かしさも感じることができるので、ぜひ行ってみてください。いかがだったでしょうか。パンは本当に大好きなので、今後もいろいろなパン屋を巡っていきたいと思います。次回も楽しみにしていてくださいね。最後まで見てくださりありがとうございました。